この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れると言われる希望の存在。はい、セイントセイヤスタディの時間です。今回は何について学ぶんだ？セイントセイヤファンにはたまらない、声優陣をまとめてみました。この動画で一気に素敵な声が聞けるというわけだな。そうね、キャラクターの声と声優さんをご紹介していきます。なお今回は無印セイントセイヤ版です。ちなみに1キャラクターおよそ30秒ほどでまとめております。極端に短いキャラはそれなりのセリフしかなかったということでご了承ください。ラジャー、しっかりスタディさせていただきます。それでは本編スタート。コスモを燃やせ。木戸光政。宮内光平。辰巳、わしに万一のことがあった場合、沙織にこれだけは伝えてくれ。ただし沙織のもとに聖夜たちがセイントとして集い、共に戦う日が訪れた時にだ。それまではお前一人の胸の中にしまっておくのだ。ただ沙織を守ればよい。神のご加護があるはずだ。木戸沙織。半稽古テレビ版。残念ですがお断りします。失礼。今日はこれで休ませていただきます。明日早朝にも日本に帰りますので。では。彼らが奇跡を起こすことができたのは、誰よりも地上を愛し人々を愛するコスモがあったからです。たとえ神であろうと、邪悪のコスモしか持たないあなたは決して叶いはしません。さあ覚悟しなさい、ポセイドン。あなたの負けです。織笠文子 OVA 版。いけません。冥王ハーデスのあの姿、あれは旬ではありませんか。けれど今反撃を加えたとしても、旬の中のハーデスは容易に打ち砕けないでしょう。ただいたずらに旬の肉体を傷つけるだけに過ぎません。グレイテストエクリプスを止めるのが先です。さあ早くグレイテストエクリプスを中止するのです。ハーデス。辰巳徳丸。堀幸俊。お前も運のない男だな。デスクイン島がどんなとこか知ってるか。地獄よ。赤道直下南太平洋に浮かぶデスクイン島。大地を熱く焼けただれ、一年中火の雨が降り注ぐ。まさに灼熱の地獄よ。過去ここに送られて見事セイントになって帰ってきた者はまだ一人もいないという。いや、帰ってきた者も数人いることはいるが、まるで別人のようになっちまったってことだ。ペガサス星や。古谷徹テレビ版。やはり違う。今まで何度かアイオリアと接してきたが、いつでもセイントらしい男の温かさのようなものが感じられた。アイオリアは知恵と勇気と正義感に満ち溢れた、まさしくセイントの鏡のような男だったはず。それが今のアイオリアから感じるのはまるで悪鬼。森田誠一 OVA 版。もしもアテナが死ぬようなことになれば、もはや地上にハーデスを倒せる者はいなくなる。大地は全て冥界の支配するところとなり、人々は生きながら地獄を強いられるんだぞ、オルフェ。あんたになら分かるはずだ。ドラゴン使竜。鈴沖弘隆テレビ版。そうだ、デスマスク。お前の悪の心にもはやクロス自身がお前をゴールドセイントとして認めなくなったということだ。ゴールドセイントとはアテナと共に正義を守る究極のセイント。だがお前はアテナにもクロスにも見放されてしまった。桜井隆弘 OVA 版。来い、もはや俺にもあと一撃しか力は残っておらん。春霊、君はまだ遥か五老峰で祈ってくれているのだろう。いつも俺のために祈り続けてくれた君だけど、こんな戦いももうこれが最後だ。さようなら、春霊。キグナス氷河。橋本浩一テレビ版。何、たとえ誰であろうと俺からマーマを奪う権利はない。許さない。たとえ相手が誰であっても、ダイヤモンドを手のひらで止めた。三浦弘明 OVA 版。その氷壁は
フリージングコフィンの変形、ゴールドセイントが数人がかりでも破壊することが不可能と言われている。俺たちが無事に向こうに着くまでおとなしくしていてもらおうか。アンドロメダ春、堀川亮、テレビ版。できれば僕は生身の剣は使いたくなかった。だが僕の命もあと数分で終わる。セイラを助けられない今、せめてアルビオレ先生の仇だけは必ず取ってみせる。僕の真の力でね。今こそ受けろアフロディーテよ、このアンドロメダ春の真の力を。エビランストリーム。カスヤユータ OVA 版。確かに僕たちは正義のためとはいえ、今まで多くの人を傷つけてきた。その罪と罰はいつかこの身が滅んだ時に甘んじて受けるつもりです。だけどあなたの言うように一つも悪いことをしないで生きていく人間などいるのだろうか。フェニックス一騎、堀秀幸、テレビ版。六感すべてを失った今の俺のコスモ、お前をしのぐほど燃え盛っている。社会、この俺と十万億ドフェアルの彼方まで行ってもらうぜ。神に最も近い男と戦うとき、命を投げ出せず勝てるほど甘くはないはずだぜ。さらばだ主、聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。小西克幸 OVA 版。春は断じてハーデスの肉体となるべく生まれたのではないということが、地上を守るべきアンドロメダのセイントとして生まれたということから。ユンコーンジャブ、目黒浩介、テレビ版。聖夜、お嬢様はお前なんか足元にも近寄らねえお人だぜ。さあ今の無礼を土下座してお詫びしな。ついでにクロスも置いてってもらおう。まだ分かってねえな。約束だなんだとお嬢様と対等の口を聞くこと自体が間違いだってんだよ。石川秀夫 OVA 版。心配するな、今頃もハーデスの首を取ってるかもしれねえぜ。沙織お嬢様のためにも負けるんじゃねえぞ聖夜。お前の姉さんは必ず俺たちが命に変えて守ると言ったろ。ヒドラ一、平野正人、テレビ版。氷河よ、このヒドラの牙はクロスさえも突き抜け、お前の肉体をも食い破る力を持っているのだ。しかも毒付きでな。まさかそれであまりにも芸があるまい。せめて人思いにとどめを刺してやるのが情けというものよ。そら氷河よ、一発一発が知恵のステップだ。カッパ場へ。小野坂正也 OVA 版。2時間前に見舞った時には何ともなかったざんすが、セイントの死体なんか盗んで一体どうしようってざんしょう。なあ本当に聖夜たちは一体何してるざんしょう。お前の姉さんは俺たちが命をかけて守れるざんす。ウルフナチ、田中秀幸、テレビ版。初代一騎、見当違いをしてもらっちゃ困るぜ。お前が戦うべき相手は旬でもジャブでもない。このウルフととっくにトーナメントボードに刻まれてるんだ。カモン、ブルックコース、アンパンディ。草尾武、テレビ版。第61話以降。狼座ウルフナチ、デッドハウィンガー。残念ながら無断じゃない。俺たちはお嬢さんの許しを得て、それぞれの指導を受けた師のもとへ再度特訓に行ってたのさ。小島和成 OVA 版。セイントの墓を荒らすなんてどこのどいつが。そんなバカな、死んだ人間がそんなことを。ベア劇、三木本裕二、テレビ版。たった 1375kgw か。お前はセイント発祥の地ギリシャに送られたと聞いていたから、もっとすごい蹴りかと思ったぜ。俺が最大のパワーを発揮するのはこの2本の腕なのさ。一度捕まえたら二度と離さんぞ。福原公平 OVA 版。だから安心して戦え聖夜。くそ、もうじき太陽が完全に隠れちまうぜ。諦めるな聖夜。ライオネット版。掛川博彦、テレビ版。こじつだ、ライオネット版。ライオネット本番。今村直樹 OVA 版。何があっても守ってみせる。頑張るんだ聖夜。ってことはつまり
カシオス。銀河盤上。ああ、人思いにこのまま握りつぶしてやる。いや、最後はゆっくりと。そうよ、お前の体を少しずつ引き裂いていこうか。セイラ、アイオリア様は教皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。目の前で人が一人死なん限り元のアイオリア様には戻らんのだ。早く、ここは俺に任せて、早く行け。ミホ、渡辺直子テレビ版。でも本当に驚いたわ。もうセイヤちゃんとは二度と会えないと思ってたから。だって私も身寄りは一人もいないし、どこにも行くところなんてないもの。だから神父さんにお願いしてここで働かせてもらってるの。私子供好きだし、それに。でも今度の大会にセイヤちゃんが出れば見つかるかもしれないわね。大越隆子 OVA 版。あれは日食といってね、お月様が太陽の光を遮っているの。昼間なのに夜みたいに暗くなっちゃうのよ。でも変ね、日食があるなんてニュースでも言ってなかったけど、なんだか不吉な予感がする。老子八田浩司。噂によれば新教皇となったアレスという男は一癖も二癖もある人物らしい。シュネ、おかわり。今日のは特に美味しいぞ。シリュウが一緒だと味まで変わるようじゃの。赤くなりよって。命とはただ一つのもの、たった一度限りのもの。それゆえに何者にも変えがたく、尊く光り輝くものだとは思わんのか。おうこ、井上和彦。俺はただお前との大事な要件を済ます前に、面倒なことはごめん被りたかっただけだ。まさか忘れてはいまい。俺との約束をな。お前が来ないならこっちから行くぞ、シリュウ。ロコ鉄風試練拳。春霊。柴田由美子テレビ版。もう少しの辛抱よ、きっと見えるようになるわ。これはね、ご老法でしか取れない薬草で目にいいんですって。さあ飲んでみて。シリュウお願い、戦いを忘れて静かに暮らしましょう。きっとセイヤさんたちも分かってくださるわ。たとえあなたの目が治らなくても、私があなたの目の代わりとなって一生そばについています。お願い、そうして。シリュウ。佐藤恵理子 OVA 冥王ハーデス12級編。お出かけってどちらにいらっしゃるのですか。そんな、一体何が起こったのですか。老子、老子。そうよ、泣いてなどいられない。二人が無事に帰ってくるまでは。バンドアイ OVA 冥王ハーデスエリシオン編。シリュウ、シリュウ、まさか。ナターシャ、坪井亜希子。さようなら、ヒョウ。こっちへ来てはダメ。たとえ一人でも立派な強い子になると約束したのを忘れたの。ヤコフ、鈴木富子。ママとお別れしてきたんだね。これからは僕がしっかり氷河のママの眠りを守るから、安心して東京へ行って戦ってきて。氷河、無理だよ。いくら氷河でもこの永久氷壁は何万年も解けたことのない氷だ。聖火、山本百合子テレビ版。雪のさつき OVA 版。苦しい、体が引き裂かれそう。どこにいるの、聖夜、聖夜、聖夜。エレーネ、三浦雅子。セイント様は真の力と勇気を持った方だって。どんな辛いことや悲しいことがあってもセイント様は必ず助けてくれるって、おじいちゃんはいつも言ってました。セイント様は真の勇気と力を持った素晴らしいお方だって。どんな辛いことや悲しいことがあってもセイント様がきっと助けてくださるって。カメレオンジュネ、鶴ひろみ。このアンドロメダ島からサンクチャリへの反逆者を出したということは、私たちも同類と見られても仕方ないから。しかし私たちの死、アルビオレはシュン、お前を信じ
前々から疑いを持っていたサンクチュアリに対して中立の立場を取った。だが、サンクチュアリは許さなかった。あれだ。田中和美。我が使とはいえ、アルビオレさえサンクチュアリの命令を聞いていたら、アンドロメダ島も救われたもの。ダブルネビュラチェーン得意のチェーン攻撃を自ら受けた気分はどうだ。スピカ、菊池雅美。いや、今からでも遅くはないシュン。俺たちはお前の首を取って帰り、サンクチュアリに差し出すために来た。どんなにあがこうと無駄なことだ。そのチェーンはお前の息が絶える時まで決して外れはしない。皮肉なものだな。かつてギリシャ神話で海の神ポセイドンの怒りを鎮めるため王女アンドロメダが鎖につながれ生贄となった。ブラックペガサス、中原茂。くそ、こうなったら暗黒流星拳。今度は決まったぜ。ブロンズクロスのペガサスとはこの程度か。サンクチュアリで特訓を受けたという割には。お前は一騎様のところへなどたどり着けん。聖夜よ、俺との勝負に勝ったと思ったら大間違いだぞ。暗黒流星拳の本当の恐ろしさを。ブラックドラゴン、山口県。今の一撃でさえひび一つ入らないそのクロス、修復したムーの技術なら。そうか、ムーといえば死に絶えたクロスをよみがえらせるには大量のセイントの血が必要だとか。分かったぞ。君は体内の血液が極度に足りないんだな。だからあれほど傷口をかばい、あんな無様な攻撃しかできなかった。ブラックスワン、田中和美。行くぞキングナス、受けてみろ暗黒ブリザードの恐怖を。この暗黒スワンの黒い雪はたとえ炎でも凍りつかせるのだ。勝ち誇ってるつもりだろうがキングダスよ、貴様の最大の剣は一騎様にはもはや通用せんぞ。一騎様。ブラックアンドロメダ、塩沢兼人。別名国試剣とも言うのだ。撃たれたところに黒い斑点ができ、それがだんだん大きくなって全身に広がっていく。全身が完全に黒く覆われた時には命がなくなるのだ。そいつの体はすでにクブ以上黒くなっている。もはやあと 1,2 時間の命だ。貴様のブロンズの鎖が勝つか、この俺の黒い鎖が勝つか、勝負だ。ブラックフェニックス、クレジット記載なし。この世にフェニックスは二人もいらん。俺こそ真のフェニックスであることを思い知らせてやる。暗黒法王天魔剣。己の幻影にもがき苦しむがいい。ジャンゴ、銀河万丈。所詮貴様は俺がこの島を離れている間にフェニックスのクロスを手に入れ、デスクイン島を支配したに過ぎん。しかもブロンズセインと共に願えるとはな。だが今はお前に代わってデスクイン島はこのジャンゴが完全に掌握している。やがて俺たち暗黒セイントが世界の影の支配者となる。差し詰めお前はその生贄となるがいい。ギルティ、柴田秀勝。4年も経ってまだ分からんのか。貴様が強くなるために足りないものが。まだ分かってないようだな。それは憎しみだ。敵を倒す憎悪の心だ。貴様が日本で学んでいた子供の心が成長に歯止めをかけている。わしを死と思うな。戦いに礼や情けは捨て去れ。エスメラルダ、中島千里。ねえヘイキ、そんなに傷だらけになってまでなぜセイントにならなきゃならないの？どうして人間同士が憎み合い、いがみ合い戦って血を流したりするの？世の中にはもっともっと美しくて素晴らしいものがあるはずだわ。私はそう信じている。ドクラテス、佐藤正春。せいや、逃げずにやってきたのは褒めてやる。さあ、クロスを渡せ。せいや、カシオスの痛みはそんなものではなかったぞ。
お前の耳も削いでやる。どうせ耳を落とすなら仲間の前でやってやろう。これから聖夜の耳を削いでやる。よーく見てろよ。ガイスト川島千代子、さすがペガサス聖夜と褒めてやりたいところだが、そうはいかないね。秘術ファントム幻惑拳。口が裂けても言えないね。私にも意地がある。早くとどめを刺したらどうだ。聖夜、ゴールドクロスのマスクはよほどお前が好きなんだね。シーサーペント、平野正人、シャイナ様のマナ弟子カシオスと兄のドクラテスを倒したにしちゃ随分ガキっぽい野郎だな。余計な詮索はメイド行ってからにしろ。さあ、流星剣だかなんだか知らんがかかってこい。タンカーで遅れを取ったが海は俺の庭同然。貴様ら一人残らず海の木図に捨てやるぞ。ドルフィン田中秀幸、よっぽど卑怯な手にかかってやられたんだろうぜ。つまり貴様だけ特別待遇ってわけよ。たか鎖使いの小僧め、毒眼中に刺されたその体にあの時のお礼たっぷりとさせてもらうぜ。お前たちが何人かかってこようとも、このイルカ様は倒せまい。クラック田中和美。水に入ったらこっちのものだ。かかったな、100万ボルト電撃系。これでお前もあの勇気だ。ギガース参謀長佐藤正春、クリスタルセイントまで倒されるとは。アーレス様にお伝えなどできない。誰かが駆けつけてもいいはずなんだが、木戸沙織たちは日本にいないのか。まさか。とにかく汚名挽回せねばならんのだ。パイトン参謀掛川博彦、貴様やブロンズセイントどものおかげでこの新参謀長のパイトン教皇様に対してすっかり信用を失ってしまったわ。ここはせめて裏切り者の貴様を血祭りにあげ手柄にさせてもらうぞ。かかれ。ほほう、裏切り者の女セイントが二人揃ったというわけか。聖夜は教皇の前向かう途中、アフロディーテのデモンローズによって倒された。炎熱セイント、山口県、アテネの町でグレていた俺をサンクチュアリに入れてくれたギガース様のご恩は、この炎熱セイント死んでも忘れません。少しは手応えがありそうだな、アンドロメダ。この炎熱セイントの炎の剣が受けられるかな。アンドロメダ、よくかわせたな、褒めてやるぜ。だが今のはほんの小手調べだ。邪気佐藤正春、メイドの土産にいいことを教えてやろう。マリン、今12級にいる聖夜とかいうブロンズセイントの指導員だったそうだが、もし聖夜を助けようとしてるんなら無駄なことだ。何でも聖夜は今第五の級四死級にいるらしいぜ。四死級を守るのはゴールドセイント屈強の勇者レオのアイオリアだ。クリスタルセイント池水道博。どうした今日は。そんなことではいつまでたってもキムナスのクロスを身につけることはできんぞ。お前はこの生まれ故郷のシベリアと日本しか知らぬから無理もない。だが上には上があるということを忘れるな。例えば私の死、アクエリアスのカミューのように。私の死というからだけではない、私が今までに出会ったセイントの中でも最も素晴らしいセイントだ。スカイクロス賞中原茂。スカイクロスの賞。ペガサス、ドラゴンの具合はどうだ。このクロスはメカニックなんだ。俺たちは密かに開発されたスチールセイントだ。でもやっぱり俺たちもう一度シンを探してきます。大地が手に入れた情報ではサンクチュアリからもゴールドクロスが消えたらしく、奴らも血眼になってその行方を探しているそうです。ランドクロス大地鈴木美恵。ランドクロスの大地、ドラゴン、ペガサスたちが元に戻っていくぞ。牛尾はどんな波動もキャッチして妨害できるんだ。残念だがあんたの念力は使い物にならないぜ。僕たちはコスモを燃やして戦うセイントとは違う。それも木戸光政王の指令でね。マリンクロス牛尾大塚宝珠。スチ
ティールセイント、マリンクロスの牛尾だからってパワーがないわけじゃない。んなこと言ったってこんな海のど真ん中で。あれは確か一気が育ったっていうデスクイーン島か。浅森博士、村松康夫。今から十数年前、ギリシャ旅行から帰られた三つ正夫が私に次のような指示を出されたんです。私はスチールクロスの開発に挑んだ。だが強度、高度、さらに軽さなどいくつもの条件を満たすものはなかなか完成できなかった。三つ正夫の叱咤激励を受けて私は寝食を忘れクロス開発に没頭した。もちろん署員の誰にも秘密でした。江守ひろこテレビ版。なんだはないだろう。せっかくジャミールからクロスを持ってきてやったのに。シリュって人が帰れなくなったからこのクロスだけでも運んでやれってムーン様に言われてきたのさ。あの2つのクロスを修復させるためにはシリュの命が必要だってムーン様が。障子梅か OVA 版。今巨大な火の玉のようなものがセイカお姉ちゃんを襲おうとしたんだ。さっきからお姉ちゃんの体を苦しめてるのもそいつの仕業だよ。また来た、また来た。今度は向こう側から。イーグルマリン。山本百合子テレビ版。バカ、ここに来て3年も経つというのにこんな石一つ割れないの。私もお前の体も原子で出来上がっている。この地上にあるものは全て、夜空に輝くあの星も。いい？破壊するということの根本は原子を砕くということなの。井上文子 OVA 版。この子は記憶を失ったままずっとロドリオ村に住んでいたんだ。幼い頃、聖夜がサンクチュアリに送られてきた時、聖夏ちゃんも後を追ってこの近くまで来ていたのさ。だがサンクチュアリの近くは一般人には歩行も思うようにならない難所ばかりだ。さまよい歩くうちに聖夏ちゃんは崖下に足を滑らせ気を失った。オピュクスシャイナ。小山まみテレビ版。神話の時代よりアテナを守るのは男子と決められていた。いわばセイントの世界はアテナを除いて女人禁制なのだ。だから女子がセイントの世界に入るときは女であることを捨て去るため自らの顔にマスクをつけるのさ。お前には前にも素顔よりもっと見られたくないものを見られていたんだ。お前は覚えていないだろう。もう5年も昔のことだからな。小松由香 OVA 版。ところでマリン、お前本当に今までどこへ姿をくらませていたんだ。聖夜もお前をずっと探していたんだぞ。よかった。聖夜はそれこそずっとあんたを探し続けていたんだよ。このことを知ったらどんなに喜ぶか。タナトス、お前の勝手にはさせないぞ。聖夏ちゃんの命は絶対に渡さん。リザドミスチ。水島優テレビ版。観念しろ聖夜、所詮貴様の剣では私を倒すことはできん。今こそ地獄へ行け、マーブルトリッパ。マー神よ、私は美しい。この地上のいかなるものにも増して、いや月も星もあの輝く太陽さえも私の美しさの前にはその光を失う。おそらくアテナ以外に私の美に勝る存在はあるまい。笹田孝之 OVA 版。なんならクロスを装着するまで待ってやってもいいが。カイトスモーゼス。戸谷浩二テレビ版。おっと、マリンの命を救いたければまずこのカイトス悪名のモーゼスを倒すことだ。といってももうすぐ満潮、あまり時間がないがな。マリンを救うのはこのモーゼスを倒してからだと言ったろ。まぐれあたりが二度も続くか、お返しだ、カイトスパウディングボンバー。金子秀彦 OVA 版。氷河よ、久しぶりだな。お前を倒すために冥界から蘇ってきてやったぞ。暗く冷たい海溝の底でマーマと一緒に眠らせてやろう。強くなったな、ヨーガ。これならアテナを任せられる。ハウンドアステリオン。林和夫。残念だがこのアステリオンには今までのような攻撃は通用しないぞ。シルバークロスの強大さを思い知るがいい。行くぞ、ミリオンゴーストアタック。なぜだ。マリンの心の中が読めん。ケンタウルス星座バベル。三木本雄二テレビ版。ミスティやモーゼスたちの恨みを込めてお前たち5人をあの世へ送ってやる。ふざくな、たかがブロンズセイントの分際で。
貴様らなどシルバーセイントの前では赤子も同然だ。ケテニオ、サントール星座のバベルの炎、炎熱セイントとわけが違うぞ。一気に片付けてやる。オーティアロキーフター。黒田高屋 OVA 版。冥王ハーデス様への誓いにより、お前にはここで死んでもらう。まあブロンズ風情がクロスを身につけたところで我らの敵ではない。お前がそれを知ることはない。クロージャミアン、タツタナオキ。セイヤ、貴様か。ミスティたちを倒したというのは。へ、生意気な。このクロのジャミアンがシルバーセイントの真の恐ろしさを教えてやる。へ、一気に決めてやる。受けてみろ、ブラックウィングの恐怖を。ああ、可愛い兄弟たちよ、その娘を連れて行け。サンクチュアリまでしっかり運んでくれよ。ペルセウス・ザ・アルゴル。神谷明テレビ版。お前は無意識のうちにこのメドーサの盾と目を合わさないようにして剣を繰り出している。そんな不自然な体勢では貴様の昇竜派が最大限に発揮できるわけがあるまい。ここだドラゴン、お前の最後だ。ラサルグール・ゴルゴニオ。小野坂正也 OVA 版。ペルセウスのアルゴル、まだ動けるというのか。その体で何ができる。スパルタン、千葉しげる。アルゴル、こいつも石にしてやってくれ。俺にも配給を頼むぜ。そうかい、だったらこっちをもらおうか。おのれ、お前たちか。アルゴルの仇だ。なんだこれは。俺の念力が発動しない。覚えてろ。ケルベロス・ダンテ。村山明テレビ版。所詮がブロンズ・セイント、我々の相手ではないわ。貴様がたった一人で暗黒セイントを撃破したというフェニックスか。ならば受けてみろ、このケルベロスのダンテの地獄の加勢を。高級の真の恐ろしさを今こそ思い知れ。小島和成 OVA 版。ケルベロスのダンテ。シリュー、お前と老子の命をいただきに来たのだ。アウリガカペラ。森勝治テレビ版。たかがブロンズセイント、調子に乗って後悔するぞ。くらえ捜査。線を越えると命がないだと。子供の遊びじゃあるまいし、ふざけるな、ブロンズセイントが。アカメ、貴様ごときの首を飛ばすことなど初めから造作もないことだったのだ。残念だったな、フェニックス。いくら強いと言っても所詮はブロンズセイント、俺たちの敵では。小西克幸 OVA 版。アウリガのカペラ、俺たちはハーデス様のお力によって蘇ったのだ。老子の行方は知らぬ。だがシリュー、お前はここで終わりだ。ジュース。カミスマヨルシリウス。沢木郁也テレビ版。何しろアイオリア様はサンクチュアリを裏切ったアイオロスの弟、果たして命令通り実行されるかご心配だったのでしょうな。現にたった今もセイヤとシャイナのとどめも刺さずに立ち去ろうとなさったではありませんか。それだけでも十分に教皇のご命令に背かれているのでは。この大犬座カニスマによるのシリウスも忘れるな。高山義弘 OVA 版。関心なことだな、アンドロメダよ。グレートパンテンスマッシャー。苦しませはせん。コキュートスに送り込まれれば永劫の苦しみが待っているのだからな。ヘラクレス・ザ・アルゲテ。ゴーリ大輔テレビ版。そうだ、こいつの首は俺が取る。こんな小僧にミスティやモーゼスがやられたとは信じられん。奴らの仇はこの俺が取ってやる。構わんでしょうな、アイオリア様。それではこのヘラクレスだ、アルゲティのコルネホロスを受けてもらおう。今村直樹 OVA 版。お前の敵、お前の体で生きてるって考えを確かめさせてもらおうか。コルネホロス。ムスカノディオス。田中陽一。さすがシルバーセイント中最大の怪力を誇るアルゲティだ。こいつはお前だけの獲物じゃない。
ミスティたちの仇は俺が取る。この銀梅山ムスカのディオスがな。さあ、セイヤ、もう一度天高く舞い上がれ。ほら、ムスカ死のキックだ。デッドエンドフライ。サンクチュアリへ向かう気か。蘇ったのよ、ハデス様のおかげでな。黙れ、腰抜け。さじったトレミー。小林道隆。木戸沙織様ですな。このサンクチュアリまでようこそおいでくださいました。教皇はお待ちしております。あそこに見えますのが第一の宮、白陽宮でございます。お前らごとき第一の白陽宮にも行かせません。このサジッタのトレミーがな、ハントマーロー。俺は教皇から直接木戸沙織を葬るように言われただけだ。ターボ、芝、中原茂。ふよほどカノン島の噴煙がお前のクロスを強固にしたものと見える。本来ならば一撃でクロスともども息絶えていたはず。その哀れな老人に礼を言うのだな。おのれ、再び切り刻んでくれるわ。我が使者か、直伝の奥義、千住神恩剣フラーフェニックス。ロータスアボラ、ハシタカヤ。ではフェニックス、お前に聞こう。お前は何のために戦う。お前こそ今まで数多くの血塗られた戦いを経てきた殺戮者ではなかったのか。どれ、このハスザ・ロータスのアゴラがお前をメイドに送り届けてやるとしよう。見てよ、今度こそ喰らえ、ロータスのアゴラ最大の剣、連夜爆殺剣。タランチュラ・アラクネ、山口県。お前はムーのところにいるキキとかいうチビだな。ムーはどこだ。せいやよ、お前を葬ることができるとはアーレス様へのいい土産になる。来いせいや、この荒くねが引導を渡してくれる。無様なもんよせいや、たっぷり味わうがいい。タランチュラネーン。ケフェウス・セイザール・ビオレ、野田圭一。シュン、なぜ攻撃しない。お前はすでに相手の剣を完全に見切っているはずだ。シュンよ、お前の心の奥底に眠っていたコスモは熱く目覚めた。そしてアンドロメダのクロスはお前を真のセイントとして認めたのだ。もうお前は立派なアンドロメダのセイントだぞ、シュン。ライラ・オルフェ、神谷博士。アテナのセイントとして、そしてユリティースの願いに応えるためにも、ライラの静寂なる調べ、デストリップセレナーデ。せいや、僕もろともダダマッチを倒せ。しかしためらうな。この傷では僕はもう助からない。ダダマッチを通してハーデスを追え。ユリティス、長島優子。セイント、本当にあなたたちはアテナのセイントなのですか。よかった。いいえ、とても嬉しく思います。なぜなら私はあなたたちが来てくれる日を長い間待っていたのです。お願いです、若きセイントの方々よ、どうかどうかオルフェを助けてください。アリエスムー、塩沢兼とテレビ版。時間がない、行きなさい。ただしさっきも言ったようにゴールドセイントの戦闘力を常識で判断してはいけない。それを忘れないように。あなたたちはコスモとは心や精神力、生命や個人の器量から生み出されるものと漠然と考えているでしょう。確かにそうです。しかし突き詰めていけば究極のコスモの正体とはセブンセンシーズ。山崎匠OVA版。デスマスクとアフロディーテ、お前らだけは絶対に許さぬ。私の手で冥界へ送り返す。かつてはアテナのセイントでありながら生きることにのみ執着し、その挙句ハーデスに忠誠を誓いアテナのお命を狙いに来るとは。汚れ切った魂のお前たち二人など一歩も白陽宮に入れてたまるものか。このムー自らが引導を渡してくれる。タウラス・アルデバラン、ゲンタ鉄将。聖夜の剣がビッグバンを起こすとは。まさか奴はゴールドセイント12人しか体得していないコスモの究極セブンセンシズに目覚めたのではあるまいな。お前にそんな奇跡を起こすことができたら俺はあっさりと敗北を認めてやるわ。
だがこれだけは言っておく。俺の構えを溶かしたぐらいでいい気になるな。構えを解いたところで俺の必殺剣の威力に何ら変わりはないのだ。フライペガサスグレートオーク。ジェミニサガカノン、曽我部和幸テレビ版。天と地が誕生した時から無数の邪悪は愚か。天界にはゼウス、海界にはポセイドン、冥界にはハーディスが常に虎視眈々とこの大地を狙ってきたのだ。彼らに匹敵する力を持つ者がこの地上を治めねば、跡形もなく世界は彼らに侵略されてしまう。故に私こそがこの時代の救世主なのだ。私の邪魔をする者はことごとく葬り去るのみ。メイドに行き損ねた貴様に地獄よりも恐ろしい墓場を教えてやろう。アナザーディメンション。沖合雄太郎 OVA 版。見ろよ、どうした。続けろ。たとえスカーレットニードル15発全てを打ち込まれても耐えてみせるぞ。カノンという自我を失うこともましてや死ぬことなど私には許されんのだから。お前の薄っぺらな忠誠などこの佐賀が引っ張してくれる。お前を倒せば迷宮も消える。まさに一石二鳥。まずはそのマスクを剥ぎ取って13年ぶりに悪の顔を見てやるわ。くらえ。ジェミニ空洞隊、森勝次。お前たちは迷宮に迷い込んでしまったのだ。もはや二度と抜け出ることのない双子座の迷宮にな。貴様らの攻撃など一つも通用せんということが身に染みて分かったかな。ボロンズセイントのお前には気づくまい。永久に虫が神の存在など知るよしもないようにな。キャンサーデスマスク、田中陽一。俺の体にどれだけあざをつけようと決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスを身にまとっているからだ。キャンサーのゴールドクロスが俺の体から離れていく。こんなバカめ。俺を倒せる唯一のチャンスをお前は無にしたのだぞ。コスモの勝負ならゴールドセイントの俺の方が上だ。このクソガキ、お前を冥界の穴ヨボツ平坂に蹴り落としてやるぞ。クライム赤色冥界派。レオ・アイオリア、田中秀幸。黙れ、客足はあなたの方だ。あなたの後ろにあるアテナの間、そこには初めからアテナなどいない。あなたは常にアテナがいるかのように振る舞ってきた。だが13年間アテナはこのサンクチュアリには存在しなかったのだ。アテナの姿を確かめるまでは引くわけにはいかん。釈迦よ、今事情を説明している暇はないのだ。お前こそこの場を引け。ムー、お前のセリフは聞き飽きた。もはやどんなことをしようともこのアイオリアを止めることはできん。奴らはもはやゴールドセイントではない。ハーデスの巣窟になり下がったクズどもだ。問答無用、釈迦の仇、ライトニングブレッド。バルゴ釈迦、三谷裕二。一騎よ、この天部降臨の力が今から君の五感を断つ。味覚を破壊した上に言葉まで喋れないようにしたのだ。五感のうち残るは視覚と聴覚のみ。さてどちらを破壊してほしいか。なるほど、ここまで来ても未だ戦闘意欲を失わぬその目か。お前たちほどの男、決して心からハーデスの軍門に下っているのではない。きっときっと私には言えぬ何かがあると思っていたが、この釈迦の命を懸け今こそお前たちを撃つ。天秤座同行、堀内健雄。243年という歳月もわしの肉体にとってはわずか243日間でしかなかったということなのだ。もはや12級に入り込んでいるのはサガたちだけではない。ハーデス軍正規のスペクターもすでに何人かいるようだ。良いか支流、そいつらスペクターを一人も生きて返すな。死んでもアテナを守り抜くのだぞ。支流、お前に最後の技を授けよう。せめてもの手向けじゃ。スコーピオン見ろ、池田秀一テレビ版。それにしてももはや数分の命なのに、これ以上どこへ行こうとする氷河。聖夜たちの元へか、それとも君らが邪悪の化身として倒そうとしている教皇の元へか。
しかし君にはもうそんな力は残っていない。スカーレットニードルの傷跡から血が流れ出し、もはや君は氷河、君は残された数分の命までもあくまで全身のために使うのか。それほどまでして。赤都市飛行部 A 版。釈迦がやられたというのに天活宮でこれ以上のんびりと待っていられるか。要はこの3匹を片付ければ全て済むこと。じっとしていられる状況か。くらえ、真空の衝撃スカーレットリーダー。直ちにこの俺が片付けてくれる。はあ、さあもう一度あの世に戻って釈迦に詫びろ。はあ、とどめのアンタレスだ。サジタリアスアイオロス。やら優作。私もこれ以上逃げ切れない。どうかこの子が成長するまでに守っていただきたい。この子こそこの世に邪悪がはびこるとき神がお使わしになるアテナの化身なのです。いずれこのアテナのもとに真の勇気と力を持った少年たちが集まることでしょう。邪悪を晴らし地上の正義を守ろうとする少年たちが。カプリコーンシュラ。トタニコージテレビ版。俺の両手両足は全て鋼のように研ぎ澄まされている。その威力はゴールドセイント12人の中でも最強なのだ。特に俺の主刀はいかなるものでも切り裂く聖なる剣、エクスカリバーと呼ばれているのだ。まさに交流派とは、死竜の究極のコスモが爆発しただけでなく今もなお燃え続けている。死竜、お前は分かっているのか。このまま上昇を続ければ二人とも摩擦熱に耐えきれず溶けて天空の塵となってしまうぞ。草尾武史 OVA 版。知っているだろうが俺の剣はエクスカリバーだ。少しでも動けば首が落ちるぞ。そのアテナがゴールドセイント3人がかりでたった一人を倒すアテナエクスクラメーションを正義の戦いには好ましくない卑劣な技として封じたのだ。アテナが卑怯な刀法として永遠に禁じたアテナエクスクラメーションを使えば我々は。アクエリアスカミュ。ナヤロクローテレビ版。天輪宮でも言ったはずだ。ダイヤモンドダストはクリスタルセイントを通じ私がお前に授けたもの。ましてこの程度の霊気で私を倒せるか。霊気とはこのようなものを言うんだ。もはや勝敗の決まった戦いでこれ以上お前を痛めつける気にはなれ。せめてお前の死にはもう一度氷の棺をくれてやろう。このフリージングコフィンをな。見事だ氷河よ。この戦いの中でオーロラ X 九種をその身に受けながら見事自分の技にするとは、まさしくお前はこの神湯の全てを受け継いだ。カンナノブトシ OVA 版。もともとこの掃除球はあなたが預かっていた球だ。少しばかりゆっくりするのも悪くはあるまい。本来あなたのものであるジェミニのゴールドクロスをまとったあの男を知っているのか。アテナのセインとの戦いは正義の戦い。あくまでも正々堂々たるを良しとする。故にアテナは武器さえも嫌う。我々はセイントだった証を完全に剥奪され、死して後なお未来永劫鬼畜にも劣る族の烙印を押されてしまうのだぞ。ビスケスアフロディーテ。ナンバケイチ。うわっ、なんだ、ストリームの流れがさらに速くなり私の動きを封じている。ネビラストリームの威力はさらに激しさを増すというのか。それが甘いというのだ。最後だから教えてやろう。いいか、力こそが正義なのだ。ああ、これ以上私の攻撃を阻止することは不可能だ。心臓を貫いてやる。アディロス。待て、デスマスク。ムーごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。触れるものすべてを噛み砕くクロバラ。ダニアン・ロース。アリエス・シオン。トビタノブオ。108の魔性を封じ込めたアテナの封印を見守り続けるうちに老いぼれたな、どうこ。
お前にはもはや昔の力はない。うろたえるな小僧ども。お前たちはすぐにハーデス城に向かうのだ。今ならば先に行ったアイオリアたちのコスモを辿っていけるはず。アテナに、アテナにこのクロスを必ず届けるのだ。さあ、グズグズしている暇はない。急げ、ハーデス城へ。フェクダノトール、やら優作。ペガサス、その気力だけは認めてやる。だが気力だけでは戦いには勝てん。最後に敵を倒すのは力なのだ。よかろう。だがこれでお前は二度と起き上がることはない。見事だペガサス。そうだペガサス、お前ならヒルダ様をあの時のような、気高く温かなコスモに包まれたヒルダ様に戻してくれるかもしれない。アリオトのフェンリル、セキトシヒコ。お前を信じるだと？俺は人間など信じない。少子な、人間など信じるから俺のように裏切られるのだ。俺が信じられるのはこいつら狼だけだ。下の人食い狼を舐めるなよ、氷山群狼剣。メラクのハーゲン、島田ビン。いいか氷河よ、お前もシベリアに育った身ならわかるはずだ。このツンドラの地で生きていくことの厳しさを、陽光がさんさんと降り注ぐ地への憧れを、それをヒルダ様は叶えてくださるのだ。この千載一遇の機会を見逃すわけにはいかんのだ。フレア様、実のご兄弟のヒルダ様を信じるに、そのような男の言葉を。ヒョウガ、お前が邪魔だ。灼熱地獄に旅立て。ベネトナーシュの見目、三谷雄二。本当にこの地上を守れると思っているのか。いや、この地上がそれほどまでして守るに値するものだと思っているのか。君の考えている邪悪や戦いのない平和な世界が本当に来ると信じているのか、聞かせてくれ。君は希望を持って戦えばどんな夢も叶うと言った。ならばこの私も必ず倒せるはず。それを君の剣を持って証明してみせよ。このミーメも全力を持って戦おう。メグレスのアルベリッキ、中原茂。せいや、この俺のオーディンサファイアが欲しいんだろ。だがそんな体では俺を倒すことなど夢のまた夢だな。オーディンサファイアを渡して俺に服従するなら、マリンをあの中から出してやってもいいんだぞ。氷河や、我がアルベリヒ家に代々伝わる脅威の技でお前を葬ってやる。俺の先祖アルベリヒ13世が編み出した技、ネイチャーユニケー。ミザールのシド、アルコルノバド、水島優。本当なのかシド。ならばお前はこの俺がお前に取って代わろうとしていたことも承知の上で。あなたの憎しみは当然だ。でもこれだけは伝えたかった。このシドも父や母も決してあなたのことを忘れたことはなかったと。しかしあなたはこのシドを救おうとしてくれた。もはやこのシドにとってこの世に何の悔いもない。まして血を分けた兄のあなたにゼータ製のゴッドウォリアを託すことができるのだ。さあ今度はこのシドがあなたを助ける番だ。私に構わず剣を放つのです。ブーベのジークフリート、神谷明。よかろう、ならばその最強の剣再びくれてやるわ。だがもう一度私の剣を受ければ二度と立ち上がることはできん。でやお前にその限りなくわずかな一瞬にこの心臓を貫くことができるとでも言うのか。万一私の隙が見えたとしてもその一瞬、お前はすでに私の剣によって倒れているだろう、死竜のようにな。ポラリスのヒルダ、堀江光子。ソレントが申したことを忘れたのか。太古の昔よりこのアスガルドはポセイドン様の勢力下にある。つまりアスガルドの神オーディーンも海王ポセイドン様に逆らうことなどできるはずがないわ。お約束します、アテナ。
このアスガルドはよみがえったオーディンローブと共に必ずこのヒルダがポセイドンのようなどんな邪悪からも守ってみせると。フレア、川村マリア、あなたはもしやアテナのセイントではありませんか？あなたがアテナのセイントなら姉を救ってほしいのです。こうしてはいられません。キキ、私行きます。ハーゲンとヒョウガを戦わせることだけはさせたくないのです。ハーゲン、私の話を聞くのです。お姉様は以前の優しかったお姉様とは別人になってしまったのです。シーホースのバヤン、早見翔。だが結局お前は私を倒すことはできない。いくらお前がコスモを高め、私の作り出す防御壁をくぐり抜けて剣をヒットさせたところで、このバイアンに致命的なダメージを与えることはできないのだ。セイントの中でも最下級のブロンズセイントごときの剣がもはや手加減はせん。その自慢のクロスごと二度と立ち上がれんようにしてやる。くらえ、ゴッドブレス。スキュラノよ、二股一斉。無駄だ。いくらアンドロメダチェーンとはいえ、同じディフェンスは二度とは通用しない。アンドロメダよ、私をここまで追い込んだ男は君が初めてだ。まさか君に対して最大の剣を使おうとは思ってもみなかった。だが今こそこのスキュラの真の力を見せてやる。食え、スキュラの世最大の剣、ビッグトルネード。クリュサオルのクリシュナ、佐藤正春。今度はかすり傷では済まぬぞ。この槍を止めることができなければ、その盾ごと串刺しになり命はない。たとえクロスがゴールドに近づこうと、お前の肉体そのものは所詮ブロンズセイント。くらえ、ライジングランサー。これはどう、ゴールデンランスだけでなく、このクリサオルのスケールまでをも断ち切っている。ユムナデスの母さん、キートン山田。無駄だ。お前はあの二人以上に情に流されやすい性格だ。敵に対しても非情になりきることなどできる男ではない。そんな奴にとどめなどさせはしない。偽物であったとしても、最愛の人間の姿をした者に何の躊躇もなく手を下すとは、そんな奴は今まで一人もいなかった。フェニックス一騎、お前には人間の情愛も涙もないのか。クラーケンのアイザック、中尾雄星。今さら命乞いでもする気か、ヒョウガ。これだけは言っておく、このアイザック、お前を葬るのに何のためらいもない。クラエ、これがクラーケンのアイザック最大の剣、オーロラ。俺は行く。チビ、お前か。ちょろちょろとライブラのクロスを運んでいるというのはちょうどいい。二度と柱を破壊できんように俺が粉々にしてやる。さあ、その箱をこっちへよこせ。セイレインのソレント、塩屋よく。シードラゴン、あなたは一体何者なのだ。あなたはポセイドン様に代わりこの破行の指揮を取ってきた。しかし今にして思えば、全てあなた自身が企てたことではないのか。ポセイドン様の復活さえも敗北を認めて引き下がれと、愚かな。仮にも南大西洋を守るこのソレントが敵に後ろを見せると思うか。それよりも自分の命こそまさに風前の灯火なのだぞ、アンドロメダ。あと一吹きで君の命も消えるのだ。いかにストリームを強めようと、この最後の一吹きまで封じることはできないのだ。シードラゴンのカノン、ソガベカズユキ。この海底神殿を無傷で動き回っているセイントはもはやお前一人なのだからな。これ以上ポセイドン様の身辺をおろつかれては目障り。そういえばお前はフェニックスの名の通り、死地に陥っても幾度となく蘇ってくるそうだな。ここでとどめを刺してもまた蘇ってこられては面倒。ならばいっそのこと違う次元へ飛んでいってもらおう。落ちろフェニックス、時空の狭間に。
海王ポセイドン。坂尾サム。お前たちはどこまで愚かなのだ。神が汚れ切ったこの世界を作り直そうとしていたのだぞ。それをお前たちのしたことは神への冒涜だ。許すことはできん。どうしたアテナ。無理もない。武器を嫌うお前にはもはや戦う術は何も残ってはおるまい。黙れ。今こそ海王ポセイドンの名にかけて全てのコスモを放ってくれる。受けよ。ジュリアンソロ。ナンバケイチ。いいでしょう。そこまでの覚悟があるのなら一つだけチャンスを差し上げよう。それはあなた自身を犠牲にすることだ。そう、今全世界に降り続いている雨、大地に代わってあなた自身がその身に浴びるのです。そうすれば地上すべてが水に覆われる日を多少は先に延ばせるかもしれない。マーメイドのテキス。鶴ひろみ。ポセイドン様にお仕えするマリーナの一人、マーメイドのティティス。私たちマリーナは海王ポセイドン様を守る海の闘士。さあ、ここがあなたたちの墓場よ。デストラップコーラル。サイクロプスのギガント。江川久夫。レオのアイオリアよ、サガたちはどうした。裏切り者のサガ、神よ、シュラはここを通ったかと聞いているんだ。俺たちスペクターは最初からサガたちなど信用しておらんのでな。奴らが本当にアテナの首を取るまで見失うわけにはいかんのだ。レオのアイオリア、まさしく牙を剥いた黄金の獅子そのもの。ディープのニオベ。ホリーシンを。ほざけ。お前もタウラス同様この場で息の根を止めてやる。グレグラス。もう無駄だ。いくら呼吸を止めたところでディープフレグランスの効果は皮膚から浸透する。そしてお前の中枢神経を犯し五体を麻痺させる。やがて数秒もしないうちにお前を深い死の淵へと引きずり込むのだ。パピオンのミュー。被災地アツシ。ムーよ、それは視界の蝶と呼ばれるフェアリーだ。今からあなたをあの世へと運んでくれる。立ち上がるいとまも与えずにな。さらばだムー。フェアリースロンギング。ムー、やはりあなたは波のフェイントではない。テレポーテーションで身をかわしたか。しかし隠れ通すことは不可能だ。フェアリーは必ず敵を見つけ出す。ワームの雷鳴。中井和也。いかに手ごわいと言ってもこの雷鳴にかかればシシトで子猫も同然よ。ワームスバイトを振りほどくことはできん。たとえ黄金の獅子といえどもな。おのれ、ワームを引きちぎったとて安心するな。やってやる、今度こそ本当にやってやる。ワームズバイト。フログのゼイロス。島田銀。ラダマンティス様のお言いつけ通りスペクターを十数名ほどサンクチュアリへ向かわせましたが、ですが本当におよろしいので。パンドラ様に無断でスペクターを動かして後でどのようなお叱りを被るのかと。とにかくパンドラ様はその美しさに似ず恐ろしいお方。それでちょっとラダマンティス様のことを心配しただけで。そうですとも、セイントの亡者など信用できませんで。アケローンのカロン。斉藤四郎。アテナのセイント。そうか、お前らが報告にあった侵入者か。なら、なおさら、このアケロンの川を渡らせるわけにはいかん。お前みたいな目をした奴は初めて見たぜ。この冥界に来る奴らは、現世で散々悪いことをしてきた奴らだ。だから、どいつもこいつも目が腐りきってやがるのよ。だが、お前の目は違う。この俺に裏切られても、まだ人を信じる気持ちが瞳から失せてねえ。バルロンのルネ。千葉進む。私が現在この冥界の法廷をミーノス様に代わって司る天英星バルロンのルネであります。今から君たちの現世における罪を調べ、
その罪の重さに応じた地獄へと落ちてもらいます。さあ、名前と自分の犯した罪を正直に言いなさい。体が失散してしまってどこにもない。ああ、私は何という罪深いことをしてしまったのか。よりによってあのお方の体を切り刻むとは。マルキーノ、立田直樹。静かに喋るなと言っただろう。ここは静寂さを尊ぶ裁きの館だ。特にここでミーノス様の代行官をなさっているルネ様は格別雑音がお嫌いでな。アテナのセイントがアキロン川を渡ってこの第一プリズンに潜入したとの連絡が誰かが入ったところだ。スフィンクスのファラオ、スワベ純一。オルフェ、お前はこの二人にとどめを刺したようなことを言っておきながら、一体これはどういうことだ。やはりお前はセイントの味方をする腹のようだな。おう、これがアテナのクロスか。まさかブロンズごときがこんな武装なものを持っていたとは。早速パンドラ様へ届ければお喜びになろう。ゴーレムのロック、川添康彦。アテナのセイントが一度に3匹もかかったわ。ここは第三プリズン。欲望の岩の下敷きになって朽ち果てるのがお前たちセイントにふさわしい最後よ。いつの間にかわしてたのか。待て、これ以上第三プリズンをすることはこの天覚星ゴーレムのロックが許さん。くらえ、ローリングボンバー。トロルの岩、平井刑事。どこへ行く。勝手に第三プリズムを通ることは許さんぞ。俺の名は転売性能とダイヤモンドダスト。俺は転売性能。ユカオンのフレミアス、柳田清幸。イカダを流して何の真似だ。あの二人のやられざまを見て臆病風に吹かれたか。だが残念だな。お前には嫌でもあのイカダに乗ってもらうぞ。バカめ、イカダに乗るのは死体になってからだと言ってるな。くらえ、アウリングディフェルド。ハーピーのバレンタイン、竹本英二。わずかに残っていたコスモを燃やし、このバレンタインに一矢報いたことは褒めてやる。だがもはや君には最後の一滴のコスモも残っていない。これまでだ。そうか、それほどまでの覚悟か。君のアテナに対する忠誠心には敵ながら感銘すら覚えるよ。だが私もハーデス様にこの身を捧げた男、その覚悟を最大の技をもって示そう。バジリスクのシルフィード、稲田鉄。エリシオンに向かっているお前の仲間がいる以上、のんきにそれを待っているわけにはいかん。今度こそそこからどいてもらうぞ、ドラゴン。この会長バジリスクの大いなる風を受けて異次元まで結束でダイアネーションズだ。行かせぬ、貴様らを断じてエリシオンへなど行かせぬぞ。アルラウネのクイーン、小田雄星。よかろう、それほど死が望みならその願い叶えてくれよう。このアルラウネがその首叩き落としてな。受けよう、ブラッドフラグマッチザー。少しばかり手間取らせたな。さ、行こうか二人も。何これは。ミノタウロスのゴードン、ヒロ。クイーン、この男ブラッドフラワーシザーズの感激を塗っていつの間にエクスカリバーを。俺がエクスカリバーなど粉砕してくれる。くらえ、ミノタウロスの圧をグランドアッツグラッシャー。さすがのエクスカリバーもミノタウロスの圧には枯れ木も同様。その腕、骨が砕けてもはやエクスカリバーは使い物にならんぞ。ワイバーンのラダマンティス、小安武人。
ダジャクな！バカどもめ。これがかつてはセイントの中でも最強と言われたゴールドセイントとは笑わせる。これなら我がハーデス軍の増強の方がマシだわ。なんというキレのなさ。クロスを脱ぎ捨てたせいか、それともアイアコスたちに受けた傷が癒えていないせいか。歯がゆいぞカノン。私はこんな戦いを望んではいない。全身全霊で挑んでくるお前に打ち勝つことが、それを。ガルーダのアイアコス、三木真一郎。フェニックスとか言ったな。いくらハーデス様の兄貴とはいえ、貴様自身は単なるセイント、つまり我々と敵対する存在だ。バカな。108のスペクターの中でも最強を誇る三巨頭の一人、このアイアコスがたかがブロンズセイントごときに敗れてたまるか。な、何バカな。なぜ落ちてこない。まさか翼が生えて飛んで逃げたわけでもあるまい。グリフォンのミーノス、トーチカ光一。少子、こんな薄っぺらな氷壁でこのミーノスを封じ込めるつもりか。無駄だと言ったはずだ。バカめ。体を張って食い止めるだと。これ以上邪魔するとあれば君から先に片付けるまで。まさか貴様はペガサスたちがエリシオンへ行くための時間を稼ぐため、わざと私のコズミックマリオネーションを受けていたというのか。パンドラ、坂本麻也。これを身につけていれば冥界はどこへでも自由に行ける。たとえこの超次元でも、これが唯一ハーデス様から与えられた私の特権さ。どうするって、もはや裏切ったも同然の私をハーデス様が、いやタナトスとヒプノスが放っておくと思うのかい。早くエリシオンへ行け。 だけどこれだけは忘れるな一騎。108のスペクターを全て倒したとしても油断してはいけない。タナトス、古川敏夫。そんな血なまぐさいなりでは修羅と間違われても仕方あるまい。おかげで私の可愛がっているニンフが怯えて歌を歌わなくなってしまったではないか。バカめ、調子に乗るな。お前が行けるところはただ一つ、無限地獄と知っていよう。フラッシュエリブルプロビデンス。バカな、神である俺は、俺は人間に敗れるなんて。神は人間に。ヒュプノス、二股一世。アンドロメダにも言ったが、いくらお前たちがゴッドクロスを身につけようとも、このヒプノスと対等には戦えん。さあお前たちも眠れ。エターナルエナジーです。バカな、エターナルドラギネスの闇を引き裂くとは。これで全ては闇と化す。人間は滅ぶ。冥王派です。大塚明夫。そうだ、この顔は忘れもしない神話の時代に一度だけこのハーデスの肉体に傷をつけた男にそっくりではないか。確かあの時のセイントもペガサス。おのれ、神話の時代から再び生まれ変わり世の肉体に傷をつけに来たというのか。許せん。このペガサスだけはもはや二度と転生できぬようにして葬ってくれるぞ。はい、いかがでしたか。声優編、意外と掛け持ちしてる場合多いんだな。そうね、人造人間17号さんは大活躍だったわね。ほぼ同じ声だったような気もするが、中の人は17号さんの声が大好きです。というわけで今回は無印セイント聖夜版を聞いてきました。もし要望が多ければ劇場版なども作成していきたいと思います。いつになるかはわからないけど、ラジャー、その時が来たらしっかりスタジさせていただきます。それでは今回はここまで。君はコスモを感じたことがあるか。君はコスモを感じたことがあるか。